ミュルザンヌはイギリスの自動車メーカーベントレーが販売していた高級車である。名前はルマン24時間レースで故障したことに代表されるベントレーのレースの歴史に由来する。ミュルザンヌはルマン24時間レースで使用されるサルトサーキットの最も長いストレートであるユノディエールが終わった南端にある右直角カーブの名前である。ベントレーミュルザンヌ車内 ベントレー・ミュルザンヌ・スピード、ベントレー・アルナージに代わるフラッグシップであるミュルザンヌは、2009年8月16日に、ペブルビーチコンクールデレガンス2009で発表され、2010年から販売開始された。エンジンは、ユーロ号を満たすよう大幅に回収された 6750ccv 型8気筒のロールスロイス時代からのエンジンが引き続き搭載された。 二酸化炭素や排出ガスの削減や燃費の向上を達成するためにエンジンは再設計により軽量化されたほか、可変シリンダーシステムや可変バルブ機構が採用された。ミュルザンでは1930年のウォルター・オーウェン・ベントレーの設計による8リットルモデル以来、80年ぶりにベントレーモーターズにより独自設計された機関モデルである。 2020年1月14日、ミュルザンヌの生産終了が発表された。ミュルザンヌの生産終了後は、フライングスパーの2代目モデルが、ベントレーのフラッグシップモデルとなる。同時に、最終モデルとなる、6.75エディションバイマリナーが発表された。世界限定30台。イギリスでの価格は、税金と配送料を含め、22万ポンドからとなっている。 114の外装色、21のカーペット色、9のウッドトリム、24の内装側が選択でき、注文後およそ9週間かけて組み立てられる。さらに、アルナージと比較して、より先進的なテクノロジーが導入されており、iPod、MP3 や Bluetooth に対応したネームオーディオ製、オーディオシステムが搭載される。 一台目の車はペブルビーチのイベントでのオークションで55万ドルで販売された。ありがとうございます。